はいどうもみなさん、こんにちは。とまチャンネルのとまです。このチャンネルでは、現型エンジニアのとまが、電気電子工学に関連する技術解説を行います。学校で学ぶあんなことや、こんなことが、社会でどう生きるのか、知ってもらうきっかけとなれば幸いです。ご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。新年、明けましておめでとうございます。とまチャンネルのとまです。 昨年はご視聴いただきましてありがとうございます本年も電子工作を通じて一緒に勉強していきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは本日のテーマです学校で習った数式や公式って生活や社会でどうやって使われてるのという方のために高校で習う数学物理の知識を使って RC フィルター回路の動作について解説していきます。R というのは抵抗。C というのはセラミックコンデンサーとかコンデンサーについてです。今回の説明は前半編ということになります。初心者の方にもわかりやすく解説しますので、この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。RC フィルター回路解説の順番についてです。 フィルター回路とは、次に抵抗と電圧の関係について次にフィルター回路を計算してみようという順番で解説していきます。まずフィルター回路とは何でしょうか皆さんは「冒険少年」という番組を見たことがありますか私はキャンプも好きなのでよくこの番組を見ています。 サバイバルでは水がとても重要です。しかし、無人島では綺麗な水を入手することが難しいので、泥水とかこう砂、石が入ったものから綺麗な水を作る必要があります。これにフィルターを通すことによって、綺麗な水を抽出することができます。まとめると、 電子回路でもこのフィルターと同様のことが抵抗とコンデンサーを用いて作ることができます先ほどの説明したフィルターをイメージして今度は電子回路について見ていきましょうまずこの直流電圧というのが入っていますその他にこのような交流の電圧 0.1MHz だったり 1MHz が入っています これらを先ほどの、えー、石とか砂、つまり、えー、電子カルデノイズだと思ってください。これをフィルターに通すとどのようになるかというと、えー、直流電圧のみが取り出せるということになります。そして回路としてはこのような回路になります。抵抗とコンデンサーを組み合わせた形。 になっていますここに先ほどの直流電圧とノイズが加わったものを入れてみましょうそうすると出力がどうなるかというと先ほどの説明の通り直流電圧というのが取り出せますそしてフィルター部分というのはここに当たりますまとめると 抵抗とコンデンサーを組み合わせてフィルター回路を作ることができます次に抵抗と電圧の関係について見ていきましょうまず回路はこのようになっていますここの、えー、VR2 というのを求めてみましょう VR2 わかりますか通式としてはこのようになります そして、これらの式に対して、えー、この R1、R2、えー、電池、イーコール 10V などを代入すると、えー、電圧 1V が出てきます。ちょっと待って、トマさん。いきなり答えが出てきて、計算の仕方がわからないよという方もいますので、えー、ここから計算方法について解説していきます。すでにわかっているよという方は、 復習だだと思ってて聞いてくださいくさまずは、えー、回路をこのように変換します。そして電流を i というふうにします。そうするとみんな大好きオームの法則より電流 i はどうやって求めるかというとこのような式になります。抵抗 r というのは r1 プラス r2 の合成抵抗になります。 そしてここ VR2 の電圧はどのようになるかというとここの抵抗 R2 を流れる電流と R2 をかけたものこれが VR2 になりますのでこのような式になりますそしてこの1式を2式に代入して整理するとこのような式になって先ほどと同じ式 になっていることがわかります。これを計算すると 1V になるよということです。次にフィルター回路とはどのようなものでしょうか先ほども説明したので勘のいい人はすぐにわかると思います。そうですねまず並べてみるとこのようになってこの抵抗 R2 をコンデンサー C1 に置き換えたものになるんだということです。 そして VR2 というのは先ほどの説明でこうなると分かっています。そうした場合に、じゃあ今度は VC1 というのはどんな計算式になるのでしょうかなんとなく回路が似ているので、ここコンデンサの抵抗値が分かれば、 この数式に当てはめて解けそうだなというのがわかるんじゃないでしょうか。それでは見ていきましょう。フィルター回路を計算してみようです。フィルター回路の VC1 について、えー、解いていきたいと思います。まず、高校物理で習った Q イコール CV というのを思い出しましょう。Q というのは電気量、単位はクーロン。 え、こちら C というのは電気容量。えー、単位はファラド。そして V というのは電圧。あるいは電位差。で、単位はボルテージというふうになります。そして、こちらを Q1 とすると、えー、先ほどの式 Q1 イコール c 1かける v c 1というふうになります。そして、え、電流が、え、この回路。 では電池接続すると電流が流れてこちらに、えー、電荷がチャージされますそして電荷がチャージされて十分時間が出つとどううなるでしょうか。こちらの VC1 という電圧はこの電池の電圧と同じになることがわ、えー、かるんですけどもイメージできますか。もしわからない人はこの抵抗があるとどうなるのかってわかんないと思うんでこの抵抗がなかったとしましょう。 そうするとあの直通になっているのでここの電圧とここの電圧は同じになるんだということがわかると思いますそして今回知りたいのは時間が十分経過するまでの VC1 このですね変化量が知りたいというところで、えー、先ほどのところではここは直流電源だったんですけども交流電源に置換しますそしてここにあった抵抗も ゼロームとして計算して進めていきたいというふうに思います。そして、まず、ここの、コネさん流れる電流を IC1 というふうにします。そして、この交流電源というのを、このように、えー、交流電源 E イコール Esinωt というふうに定めます。そして、え丸1式、こちらの式ですね、と丸2式、 を用いて整理するとどうなるかというと、えー、電流 IC1 というのは d Q d t、dq1dt イコール c 1かける d d t の e サインオメガ t というふうに、えー、表すことができます。いきなりちょっとね、分かんなくなっちゃったよという人もいると思うので、えー、この dqdt って何でしょうかというと、実は電流というのは、この、えー、電気量ですね。 の時間変化というふうに、えー、決まってるんですね。で、えー、これを解いていくと、今度は、えー、こっちの VC1 が、えー、電圧となるので、このように書き換えることができます。そうすると、実はこの電気量の時間変化というのは、交流電源の微分なんだということになります。 それでは見ていきましょう、えー。ここで先ほどの回路で説明したものがあります。で、ここ、えー、オメガ T のとこですね。微分の仕方覚えてますかちょっと忘れちゃったよという方は高校の数学をもう一度復習してみましょう。 で、これを微分すると、このオメガが前に出るので、オメガ c 1かける e c o s i n o m e g a t というふうになります。これをまた書き換えると、オメガ c 1かける e s i n オメガ g a t プラス2分の π に書き換えることができます。これどうやって出したのというと、はい、この下方定理を用いました。下方定理というのは、皆さん、も えー、ここで覚えたと思うんですけどもこのシンコスコスシンとかコスコスシンシンといったような過法、えー、定理となります。ここに代入して整理すると、えー、まずコーサインのとこ2分の π が0でサインが、えー、1、えー、サイン2分の π が1となるのでここの、えー、コーサインの項だけ残るのでここだけ残るということでこれがここに、えー、置き換えることができるよということです。 そうすると、電流 IC1 というのは、えー、このような式に書き換えることができます。そして、交流電源は先ほどの、えー、定義としておいた通りというふうになります。これらをグラフにすると、どうなるかというと、このようになります。交流電源 E は、このグラフで、えー、0、時間軸が、えー、すいません、これ横軸が時間軸となってて、 えー、時間が0の時は、sin が0なので、0。2分の π の時は、sin2、えー、分の π で、えー、e だけ残るので、ピークに来て、π の時は0というグラフになります。一方で、電流 IC1 については、このような波形となります。これは0の時、えー、t イコール0の時、2分の π となるので、ここがピーク。 で、2分の π の時は、こちらが π になるので0。という風になります。そして、こことここで、なんかずれてるなというのがわかるんですけども、これ何がずれてるかっていうと、ここの2分の π 分ずれているということがわかります。そして、この電圧が0にいるときに、すでに電流の方が、えー、後ろ2分の π、 先にいるので位相が2分の π 進んでいるという言い方をします。そして今回このコンデンサーですねの抵抗を求めるのに重要な値となりますこの 2π が。それでは見ていきます。で先ほどの通りオームの法則よりコンデンサーの抵抗ってどうなるのというとこのような式で 与えられますそして丸4式こちらの式に先ほどの2式と3式を代入して整理するとこのように表現することができます。そしてこれをまた整理するとこのような形にすることができます。そして実はこの計算をすると 虚、えー、数 i として i 分の1というふうになりますちょっと難しくなってきましたよねここで一回深呼吸して頭の中を整理しましょうこの計算結果がわからないよという方もたくさんいると思うのでここから解説していきますそしたらどうやって解くんでしょうか見ていきましょう えー、まずここで複素数について思い出してみましょう。複素数というのはこのような図でしたね。横軸は RE、リアルナンバーで実部。えー、縦軸は IM、イメ,イメージで虚部、えー、という風になります。そして先ほどのこの、えー、電流と交流の式がこのようになってて、 それらを、まあ、グラフ化すると、まあ、こんなイメージになります。そして、コンデンサー、えー、抵抗というのは、先ほどの説明の通り、この式になります。そして、時間軸、えー、t イコール0とするとどうなるでしょうか。ここが t イコール0として、えー、上の部分というのは2分の π 進んでいるので、 えー、0プラス2分のとなりますそうするとここが i になるのなんとなくイメージ湧きますかこの、えー、電源ですねのところを0とした時に、えー、電流 i というのは2分の π だけ進んでるなとで2分の π がどこになるかというとここの虚数分にあたるのでなんとなく i で表現できそうだなということがわかりますか これをですね、t イコール0をここに代入してしまうと、0になってしまっていて、計算がよくわかんなくなってしまうので、これはあくまでもイメージの説明となります。そうすると、えー、コンデンサー抵抗値 r というのは、i オメガ c 番分の1となります。そしてこれを電気電子回路の世界では、xc というふうに書いて、これをインピーダンスというふうに いますそして先ほどの虚数を i で表現していたんですけれどもえー、電気電子の世界では J とします。i というのは電流と間違いやすいので虚、えー、数部を J というふうに表現します。ちょっとまだ納得いかないよという方もいると思うので本当の説明をすると、えー、オイラーの公式が必要になります。 これはあまり高校では学ばないかなと思いますけれども、えー、このような式がオイラーの公式となっています。これで解いていくとどうなるかというと、先ほどのこれ、オメガ t プラス、えー、2π というのを、まあ、入れましょう。そうすると、えー、このような形になります。これを、えー、こちらの式に入れると、このようになって、この ei オメガ t というのが、えー、消されるので、 i i だけ残って分の1という,ふうになりますこれがまあ本当の、えー、まあ計算の仕方というふうになります。で、えー、先ほどの、えー、この抵抗のところに戻っていきましょう。先ほど説明した通りこのコンデンサーをですね抵抗とみなすことができると、えー、この数式に何となく当てはめられそうだなというのが分かっていたと思います。 R2 がいくつになっているのかというと、先ほど求めたこの値が、えー、まあ、使えそうだなということがわかると思います。そして、えー、これに入れていくとどうなるかというと、VC1 というのはこうなります。そしてこの j メガ c 分の1を入れていくと、このようになって、整理するとこうなります。そしてこれというのは、 今、J が入っていて、虚数になるので、これを絶対値で置き換えた値が電圧となります。そうすると、計算はこのようになります。で、これをまた整理すると、このような数式が出てきます。次にこれについて詳しく見ていきましょう。これは先ほどの数式の通りです。ここ、オメガというのが、 何に変換できるか皆さん覚えてますかオメガはこのように 2πf に変換できます。そしてちょっと具体的にわからないのでこれらにえ値を入れていきます。まず e イコール1ト r1 イコール 1, 10 C 1 0 o ム c1 イコール 0.01MF。そうするとえこのようになって 計算を進めると、このようになります。で、この F イコール 0Hz を入れて計算してみると、どうなるでしょうか。VC1 というのが1というのが出てきます。これは何かというと、この E ですね。E イコール 1V の部分になっているので、これは何を示しているのかというと、 直流電圧といいうのを示しています直流電圧は周波数が 0Hz なので、えー、同じになっていることがわかるかなというふうに思いますそして交流電圧のこの 0.1MHz とか 1MHz ですねまあ石とか砂でノイズといったのは、えー、どうなったのかということですよねこちらの 解説については後半部分で説明したいと思います。本日の解説は以上になります。この動画が良ければ、いいねとチャンネル登録をお願いします。わからないことがあれば、YouTube のコメント欄を通じて気軽に聞いてね。それではまた一緒に勉強していきましょう。またねー。